お世話になっております。神でございます。すごい今夜の動画は、トシプロとシングルマスさんの、アイアンショット、まず3番アイアンショットからですね。それでは行ってみましょう。おー、グショーということで、お世話になります。いいアングルから入ったんじゃないですかね。はい、ということで今夜はちょっと僕がねそのまま手持ちで、映像を動かしながら皆さんにスイングちょっと見てもらおうかなと思います。はい、ということでマスさんですね。おーグショー、おーライン出しシングルという感じで、まあたまに前フジュンプロのやつとかで手持ちでやってたらカメラマンしてるやつが喋りがうるさいとか書いてましたけどね。カメラマンとか言ってましたね。いやいやいや、うっしらと俺のクライアントやってまあわけ分かってないやつがコメント書いてきましたけどおぐしょよし、じゃあ久しぶりにちょっとマスターのこういうアングルで撮ってみようかな。よいしょ。9ですか7とかがいいです。首がもげそうや根っこもあのせいで首がもげそうや。体勢すごいですね。皆さん今僕は首がもげそうですね。おおぐしょー、よいしょ。カメラマンまあまあ疲れるんですよね皆さんそう、次は普通にマスターの弾道を見てみましょうか。おお、フルショットできた。7ですか、はい、みんなこう何をスイング見て何を感じ取ってるんかな。この間コメント機取ったけどだいぶ昔の大具翔トシコーチの動画に対してなんかコメント機取ってんけど、ちょっとコメントがこれ最近コメントたまにいただける方かな。この方宇野さんの様、こんばんは。毎日動画楽しみに拝見させていただいています。わからなくなったりうまくいかない時にこの回を見て勉強し練習しています。この回は有料級の本当に大事な回なので繰り返し見て練習しています。これからもバイブル扱いの回として保存して頑張りますというコメントなんですけど、この動画で切れます。はい、はい、これ正直言ってきますね。せっかく見て最近コメントちょっとちょくちょくいただけるようになってるんで言いますね。この時のトシコーチのアクションエラーだらけですよ。 OK って書いてるお手本のアクションがエラーです。というのは多分ブロマが買っていただけるファンの方やったら見えると思いますし、でなんでこれバイブルにはしちゃダメです。いや本当やったらほっといていいんですよ。このコメントはい見といてって言いたいですけど、本気で僕見ていただけてこうやってコメントいただける方は上手くなってもらいたいんで正直に言っておきますね。エラーです。めっちゃエラーあります。あの時のトシコーチのアクションは。なのでバイブルにはしない方がいいです。はい、バイブルはプロマガネしかないです。はい、トシコーチがほんまにお手本のスイングしてるやったら YouTube に出さないです。そうですね。はい。うちのチャンネルのスタンスって変化進化を見せてるスタイルなんで、昔の動画になればなるほどお手本では絶対ないです。はい、だから今のトシコーチのスイング見る方がまたお手本になります。ただプロやからお手本にならないですけどプロなんでね言ったって、はい、それやったらマスさんとかケンさんとか弁護士マサさんとか見ていただく方が。でこの間なんかあれですね、多分ホワイトジョースさんやったかな、弁護士マサさんの手打ちドリルの動画に肘下フル旋回すごいですねみたいなコメントいただいてたんですけど、弁護士マサさん肘下フル旋回はゼロですはい、はい、全くしないですっていうかできないですさすがにまだまだってマサさん自信あります？いやあれはねだってケンさんもゼロじゃないですか。そうですね、はい、まだまだそこはあれって相当な言ってからですよ。肘下風旋回ってフル旋回はね、そうフル旋回は多いですね。で弁護士マサさんは特に右腕にエラーが強いタイプなんで、年越しと一緒で、はい、強いタイプなんでより入らないですね。はい、そこに行くまでにまだまだやるべきことがあるって感じで、だからそこら辺もね、ちょっと正直に言っておきますね。だってしてますよなんて嘘は言えないんで僕、はい、そこ参考にしてくださいねとか言えないんで。コメントも僕ちゃんと目通してて正直に言っていくんで、こうやって、はい、そこは参考にしちゃダメですよとかっていうコメント結構あるから、今まではスルーしてたけど、どういったですか、ミスリードにならへんようにやっぱ違うとか違うって言っておこうかなって思ってて、そっちの方が良くないですか？いや、そうありがたいですね。ですよね。僕やったらそっちの方が絶対いいんで、はい、で見てる人もそう思っちゃうじゃないですか。あれマサさん展開してるんやとかえぐっトシプロの一番好きなアングルでさあ一応このアングルやけど、みんなあれですよ、弾道も一応追うつもりでカメラ動かすのえぐいいっすね。マスターもいるから。おお、いい。よし、弾道まで打ってた。オッケー。よう頑張って俺。あれ？あれ？あれ？月と星がどっか行った。さっきまでめっちゃ綺麗かったのにいいよなほんまに。これ自分で撮っててもプロとシングルこうやって練習してる風景なんか見せてるチャンネルないやろ。しかも俺のトーク付きやではい、参考にしていいとこと悪いとこまで言ってるんですよ。はいはい、おお、ぐしょう。今夜の動画は、トシプロと奥田クライアントシングルマスさんの、練習風景というよりも、まあ撮影風景ですね。ということで、今回は何がメインかって言ったらあれですね、ミスリードにならへんためにね、そこは違うよっていう話をさせてもらいました。今後はコメントそういったコメントあったら YouTube 動画でちゃんと伝えていこうかなと思っておりますので、気にせずにバンバン書き込んでいただいて、それは違うよっていうのは言っていこうと思いますんで、正解の時はほっとくかな、間違ってる時はできるだけ撮ろうかな、スタンド FM で言うかですね、YouTube 上で言うってなかなか最近難しくなってるんで、スタンド FM の方では伝えていこうかなと思っておりますんで、概要欄のとコメント欄からスタンド FM の方も良ければ聞いてみてください。WGSL チャンネル登録者数を10万人目指して頑張っております。お力添えよろしくお願いいたします。あとコメントの方もまたたくさんお待ちしておりますので、バンバン書き込んでいただけると嬉しいです。過去アンチコメントのタメ口以外、ということで今夜の動画はいいねだけ押して帰っていただけると嬉しいですし、また明日の動画を楽しみに待っていただけると嬉しいです。今夜の動画も長い時間お付き合いいただきありがとうございました。感謝してます。それでは失礼いたします。